やあ、元気にしてるか。できる限り彼のことを伝えるよ。手記を読み返すだけでも一生かかるかもしれない。わかった。何か必要なものがあったら言ってくれ。じゃあな。バイルマイヤーにようこそ。何か用があったら知らせてくれ。気をつけて。町の西の端にある墓地には近づかない方がいい。不吉な場所だ。わかった。声を落としてくれ。この神聖な場所全体に聞かれたいのか。この話は取引だったな。これで納得してくれるといいが。また来たら飲みに寄ってくれ。あの幽霊をまた見てみたい。手伝いをして雑用をする。他に何をしてほしいの？
あなたはこの町よりもずっと遠くを見ているんでしょうけど、私の家にいる間はもう少し協力してほしいわ。はい、母さん。マーラに頼まれてきたの？マーラに祈ったら夢でお告げをいただいたの。見知らぬ者が現れ手を貸してくれるだろうって。それがあなたなの？両親が手に負えない状態なの。バシアヌスは私との結婚を望んでいる。私も愛しているわ。でも彼は結婚したらリフテンに移るつもりなの。そんなの父が絶対に認めないわ。父にとって大事なのはこのくだらない町だけ。でもバシアヌスは誰よりも私を幸せにしてくれる。母も頼りにはできない。ああ、本当にありがとう。理解してくれる人がそばにいるって素晴らしいことね。レイダー、見えないぞ。どこにいるんだ？なぜ隠れる？隠れるなんて寂しいじゃないか。レイダーが消えてしまった。植物を集めに行って戻ってこないんだ。みんなで探したが見つからなかった。ウィルヘルムは心配いらない、すぐに戻るってナルフィーにそう言ってた。父にも母にもお別れを言うことができた。だがレイダは突然消えた。ナルフィーはお別れを言うこともできなかった。ナルフィーはとても落ち込んでる。レイダにお別れを言えないからだ。おお、ありがとう。心優しいあなたに神々の恵みがありますように。山に食われるぞ。目を離すな。バイルマイヤーにようこそ。何か用があったら知らせてくれ。町の西の端にある墓地には近づか。もちろん、一泊でいいな。害はないやつだ。姉妹のレイダが1年以上前にいなくなってからずっとあの調子なんだ。川の向こうにある家族の家に残ったものの中に閉じこもっているだけなのさ。かわいそうなそいつの気持ちを楽にしてやろうと思って言っただけだ。きっと彼女はもう死んでるよ。レイダはよく東方の川にある小さな島から材料を集めていてな。そしてある日ふっと姿を消してしまった。なんとか探そうとしたが二度と彼女の姿を見ることはなかった。そこで洞窟の入り口のようなものを見たことがある。とりあえずはそこには近づかない方がいい。レーダーにとってもいい結果にはならなかったようだしな。お部屋へご案内します。こちらへどうぞ。
他に何か必要なものがあったら何なりと。ぜひとも演奏を続けるべきだと思うよ。何を言いたいの？私はあまり上手じゃないの。見事な演奏だ。演奏を止めてしまったら残念だよ。ウィルヘルム、分かったわ。娘に手を焼いていてね。失礼があったら許してほしい。何の話かは分かっている。娘はバシアヌスと愛し合っている気になり、町を出て行きたがっている。彼と一緒にな。私の考えを話そう。何ヶ月か前まで娘はクリメクに夢中だった。それこそ口を開けば彼のことばかり話していたよ。さて、娘が本当にバシアヌスと愛し合っていると私に思えるならまた話は別だ。しかし娘はまだほんの子供に過ぎない。いずれ熱も冷める。周りを見るがいい。このサビエを。以前は大きな町だったが、しばらく前からリフテンに移住する者が後を絶たなくてな。もし若者が皆出て行ってしまったら、イヴァルステッドはどうなる？子供とはそういうものだ。娘の好みなぞ月の満ち欠けのように変わる。そしてご多分に漏れず、あの少年にも点で骨がない。あれではとても娘を任せられないよ。少し後押しをするだけで話はずっと簡単になる。さっさと町を出ていく。ここには何もない。ハイフロス街への巡礼者でしょ。他にここを通る理由がありませんから。ああ、きっと男性問題でしょう。そんな悩みを持ってみたいものです。夫には秘密ですが、私はバシアヌスには何の不満もないんです。ファストレッドが幸せならイヴァルステッドを去ることになってもいいんです。二人がこっそりと町を出るのなら、夫のことは私が何とかします。バシアヌスは今でもジョフサーを非常に恐れています。ジョフサーの追跡を私が食い止めると知れば、何の迷いもなくファストレッドをリフテンへ連れて行くでしょう。私が見張っておくと伝えてください。娘の幸せだけが願いなのです。帰りなさい。みんなそうしますよ。あんたはいい友達だった。それが大切なことだ。ファストレッドか、何が何だかわからないよ。さっき笑いかけてくれたと思ったら、次にはもう目も合わせてくれないんだ。バシアヌスならわかるんだろうな。あいつは女の気持ちに詳しいから。なんだ、俺のことか。待ってくれ。彼女に伝えろというのか。俺がどう思ってるかを。イスミールのヒゲにかけて。その通りだ。
水辺に行かなきゃ魚は取れない。彼女に会ってくる。ファストレッド、話があるんだ。クリメク？一体何なの？イヴァルステッドを離れてもらいたくない。どうして？だってあんたがいなくなったら寂しいからな。魚釣りのことしか頭にないと思っていたわ。うまい魚も一人で食ったら味気ないだろ。ああクリメク、グレイビアードに供物を届けてくれた礼を改めて言わせてくれ。隠れたって無駄だ。
レイダ、レイダ、今は空の彼方にいるのか、レイダ。レイダ、レイダを見たのか。ナルフィーが泣いてると伝えてくれたか。まだお別れを言ってないと伝えてくれたのか。なんてことだ、信じられない。ナルフィーはお別れを言えないのか。これで一人ぼっちで、少なくともレイダの首飾りがナルフィーの元に戻った。思い出の品を届けてくれて感謝する。ナルフィーは寂しい。レイダに会いたい。眠れない、眠れないんだ。